二人はとてもしあわせでしたしかし男はお金を持っていませんご飯を食べられない日がたまにありました すると女は言いました私はきれいな布を作ることができますその布を町で売ったらどうですか女が つくると男はおどろきました今までに見たことがないとてもきれいなぬのだったのです男はすぐ町に来きました。 町に着くと男は店の人に聞きました「この布はいくらで売れますか?」すると店の人も驚きました。 こんなきれいな布は見たことがないよし100万円払いましょう男は,また驚きました男はいつも 木を一万円で売っていたからです。